次の写真をご覧いただこう。野球のユニフォームを着た男の子の姿を撮影した一枚である。画面左下をよくご覧いただきたい。巨大な手のようなものが映り込んでいるのをご確認いただけるだろうか。これは古くからこの土地にとどまり続けている霊の手だといい、投稿者によるとこれは祖父の家で戦前から建てられている古い屋敷だということなのだが、祖父の家が建てられる以前にこの土地に何があったのか誰にもわからないという。この霊は何を訴えようとしているのだろうか。